見えない出口届かないこの声、自分が何者かもわからない。もがき苦しみ続けて、それでもいつか馳せた思いを糧にして、決して変わらない、決められたストーリーで、決して僕じゃ叶わないと分かっていたって。ねえ聞かせてよ、精一杯の声で手を伸ばして掴むんださ。